おはようございます。今日は5月21日ですね。今日はちょっと雨ですね。気温が 20.4、湿度 86%。 まあ雨が降ってますからね、湿度高いのは当然ですね。で、室温が 22.6 で、湿度 59%。 まあエアコン入れてるんですけど、外が20度なんであんまりエアコンは効いておりません。そういう状態です。で、今日はですね、エスプレッソブレンドですね。まあ深入りが入ったブレンドとなっております。で、なんで今日は深入りのブレンドにしたかっていうとですね、実を言うと松屋さんが20杯用の、ペーパーをやめるんですよね。で、20杯用のペーパーやめるけど、できれば20杯がやりたいので、20杯をやる用の、装置を作ったわけですよ。まあいわゆる、20杯用の金枠につける補助具みたいなもんですね。それを作ったんで、それの実験も兼ねて、コーヒーを立ててみようかと思います。これがまあ普通に20杯用の金枠なんですけど、まあこれをまあ普通にまあ置いて、まあ普通にはここにペーパーを乗せて、コーヒーの粉入れてやるんですけど、20杯やるのに対して10杯までのペーパーしかもうなくなるんですね。そこでですね、何を用意したかというと、こういうものですね。これは松屋さんで売っている、金輪というのがありましてですね、これをまあ簡単に言うと、金枠に置けるようにですね、この耳をつけたんですね。耳をつけてこうやって乗せるんですね。で、ここに、ペーパーを入れます。ペーパーを入れます。そして、ここにですね、これをはめ込みます。つまり、この金輪で2枚の金輪で、まあペーパーを、サンドイッチするような感じですね。そしてここにコーヒーの粉を入れますね。で、これを穴を掘ります。普通の中入りと違って深入りが、これエスプレッソブレンドっていうのは深入りが半分入ってるんですね。ですから体積が大きいんですよ。で、体積が大きいせいもあって、本来だったらペーパーのサイズに対して、粉の量が多いんで、どうしてもこの状態ではペーパーを乗り越えちゃう感じになるんですね。だからそれでは困るので、その部分は金輪の部分が保持してくれるという感じになっております。一応この、ジグを使って昨日も、アイスコーヒーを2回ほど立てたんですけど、これならまあ20杯ができるかなという感じにはなっております。あとはあれですね、まあ問題というわけじゃないけど、いかにもうちょっと、この耳の部分を、もうちょっといい感じにするかって感じですかね。今の耳の部分が、耳の部分の位置があんまりいい位置じゃねえなっていうのがちょっとあるんで、そこの部分の、調整は必要かとは思いますけど。はい、ということで、まずは真ん中にお湯差します。
要は、金輪が、あるわけですから、まあ、紙を保護しているので、水位をある程度、わざと上げてですね、その状態でも問題が起きないというふうに、その部分を、調べるとこまでちょっとやってみようかと思います。つまりこの金輪というのはステンレスの、まあ、あの輪っかなんですけど、この輪っかがこう2枚が、まあ、同じやつなんでこう重なるんですね。で重なると、まあ、当然、同じものなんで隙間がほとんどないっていうか状態になるわけですよね。まあといっても、当然そこにはほんの少し隙間ができるんですけど、その隙間の部分に紙がちょうどはまり込む感じになります。ただこの状態だと、普通にですね10杯用のペーパーでも使えることになりますね。というのは10杯用のペーパーがこの金輪の、縁よりも上に上がってくれれば、基本的には、それが使えるようになります。だからその状態に、なってれば OK って感じですね。で今やってる感じ、20杯出しアイスコーヒーの20杯出しを昨日もやったんですけど、アイスコーヒーの20杯出しの場合は、まあ、コーヒーの、粉層が厚いんで、その厚い状態で、やっても、問題なく、粉が出ることもなく、粉が、紙が破れることもなくいけてるんですね。だからまあこの金輪の部分をうまい具合に使えばなんとか20杯はできそうだなというのが一応僕の見解ですね。あとはこの金輪を結局この20杯の金枠にいかに綺麗に乗せるような細工ができるかの部分にかかるかなという気がします。で今ちょうどリングを 4個取り付けてあるんですけど、この4個取り付け、まあ これはまあ僕が勝手に適当につけたわけですけど、こうじゃなくて普通に、ベロみたいなものを、4箇所スポット溶接かなんかで、やるか、もしくは あれですよね、ベロを3箇所、まあ3箇所でもこの20杯の金枠に、合わせるわけですから、20杯の金枠にちょうどうまい具合に合うようにまあやるべきかなという気はしますね。基本的に底の部分が問題になる感じですかね。はい、次抽出に入ります。まあ、抽出の方はですね、ちょっといつもよりも雑く入れます。一応粉が中に入らないかっていうことはあれですね、下の、サーバーの方に落ちないかとかなんかが重要になりますので、そこら辺をちょっと、チェックしたいという部分はありますよね。で今こうやって、まあ、雑くお湯を、まあ、わざと刺してるんですけど、この雑くお湯を刺すと普通だったら紙だけで、保持しているととてもじゃないけど怖くてしょうがない状態になりますよね。だから
どうしてもお湯を差す感じが丁寧になってしまう部分はあるんですけど、今日はわざと雑くお湯を差してますね。今日の、格言ですね、気持ちは筒先より流れ出す、一応そういうふうに格言用意したんですけど、ほとんど、そっちじゃなくて、今日はこの、金輪の部分の解説にほとんどなっております。まあ、あれですから、このお湯のコントロールとかなんかは基本的にはこのドリップポットの筒先からお湯を差してるわけですから、そこの部分が重要だよみたいな感じに思えばいいです。今日はもう格言の方はあんまり、解説も必要ないなという気がしておりまして、で基本的にこの金輪は当然2枚の金輪で、まあ、ある意味紙を支えてはいるんですけど、基本的には支えるのは20杯用の金枠の一番下の、リングと、あとはあれですよね、今だと金輪の、2枚で挟み込んだ部分で支えてる、あとは縦の針金で支えてるというふうに考えていいとは思います。本来だったらあれですよね、安木様式とかいうのありましたけど、2枚の板で、挟み込んで、立てるっていう技法がありましたけど、あれと同じことが20杯でじゃあやれるかっていうと、ちょっとこれだと不安ですよね。やっぱり、保持するものがないとちょっと怖いので、あの安木様式のはめ込みのようにはちょっと難しいです。で、いつもよりも結構早かったですよね。特にドリッパーの方が 400g ぐらいまで上がってましたんで、結構お湯の量としては結構多く差してた感じになってます。でいつも通りに、300g になるまで待ちますかね。はい、300g ですね。でいつもと同じようにこれをこう外します。あれ当たってる？当たってない。で薄めます。はい、エスプレッソブレンドですね。まあ、深入りの入ったブレンドです。ああ、久しぶりに、こう、深入りがきちっと入った
コーヒーを飲んだ感じがしますね。あの鈴夏みたいな、鈴夏もそうだし、例えばハートに深入りだとか、あの深入りを 20% 混ぜたものとかなんかと比べるとですね、やっぱ 50% 深入りが入ってくるんで、やっぱ深入りが主張しますよね。苦味に主張しますよね、うん、だから深入り好きの人はやっぱこういう感じの、ガシッと、苦味が主張するのは好きなんだろうなという気はしますよね。まあとにかく、今日はどちらかというと、金輪の部分を、いろいろと、実験してみました。タリメゴールドマイン、今玉木の方で、販売しております。プラカナーク、おまけでつけます。はい、ということでですね、実際に どんな感じに、なっているかというとですね、こういう感じで、まあ、保持してある感じですね。で、実際にこの状態でですね、どうしようかな。ちょっと。実際にこの状態ですね、今、ちょっと測りが、上がりすぎておりますが、これをこう金輪を外しますとこういう感じです。よいしょ。こういう状態でですね、あの微粉とかなんかがこのペーパーよりも上に上がっていくことはなかったわけですね。つまり、この、金輪のこの縁でですね、あの止まってたわけで、これだと粉が入り込むことはないので、良いかなという気がします。一応こういう感じで、使えるという感じですかね。はい、ということで、今日はここまでにしましょう。